この世に悪がはびこる限り、俺みたいな探偵は必要なのさ。一度自由に空を羽ばたいた鳥は、カゴには戻れないの。聞いたよ。現場を全く見ずに推理したそうじゃないか。あまり私を敵視しないでほしいものだ。トレジャーハンターを甘く見んといて。プロとしての誇りのためにそのものには神罰が下されましょう。こちらの女性はミス。名前は呼ばないでください。壁に耳ありという言葉をご存知？これは失礼。こちらの美しいブロンド女性は某国の名門貴族出身で、ミス・ケイトです。そしてこちらの御仁は存じておりますわ、ドクター堂島。お若い髪型ですわね。光栄ですな。ミス・ケイトの向かいに座っておられる黒人はミセス・グランマ。闇の世界では有名なお方です。よろしく。闇のご婦人とパリ警察の元警部さんがどうしてお知り合いなのかしら。警察官も楽な暮らしをしたいということね。おっしゃる通りですな。何か手段はありましょうから、お静かに。くっ、まずはミスター J が帰ってきてからですな。でもあの男は警察に保護を求めた裏切り者だわ。しかし私たちの身の安全が警察にしか守れないとしたら、それは仕方のないことでありましょう。ミスター・ジェイは何をやっているのだ。皆さんお静かに。フィーナ様。綾野浩二殿、何か終わりかな。我が同胞よ、裏切りは万死に値する。この誓いはミスター・ジェイであっても同じこと。連絡をしてみては。わかったわ。
通念。身に覚えのあるもの、そのものには神罰が下されましょう。